この動画では2024年のパタヤで家賃込み月6万円生活は可能なのかについて見ていくことにします。お前はパタヤは安くて楽しい場所だからぜひ来てくださいと言っていたのに、最近はパタヤの物価は日本と大差ないと言い出して、パタヤは安いのか高いのかはっきりしてほしいと内心思われている方も少なくないと思います。外国人の増加によるパタヤの物価上昇と急激に進んだ円安で1バーツが 3.5 円だった2年前と比べると、パタヤはめちゃくちゃ安い場所とは言えなくなってしまいました。私がよく行く食堂は欧米人のお客さんが増えるにつれて大幅に値上げをしています。タイにおける物価上昇と2022年から始まった急激な円安によるダブルパンチで、2年前とは大きく状況が変わってしまいました。このバーツ円のグラフを見ていただくと分かりますが、2020年2021年の2年間は1バーツ 3.3 円から 3.5 円の間で推移していました。2022年になると1バーツ 3.7 円 3.8 円と円安が進み、2023年になると多くの人が知らない世界1バーツ4円超えになってしまいました。最近のレートは1バーツ 4.2 円です。まずは私の部屋を映しながら家賃から見ていくことにします。私が住んでいる部屋を映すと、多分そんなところに日本人は住めないとのお金持ちの方の意見が出てくると思います。私が住んでいるところの住人構成はタイ人4割、タイ人以外のアジア人1割、欧米人5割みたいな感じです。ジムはありましたが、9割以上のマシーンが壊れて使えなくなってしまいました。25メートルのプールについては毎朝清掃されて快適に利用できる状態に保たれています。オートロック付き、24時間警備員常駐のコンドミニアムです。コンドミニアムの築年数ですが、不動産掲載サイトの情報によると築31年です。こういった説明をすると、私とほぼほぼ同じような資産状況の決して裕福とは言えない人まで、欧米人やタイ人に住めても日本人には住めない、日本人にはせいぜい築10年ぐらいまでの新しくて設備が充実したコンドじゃないと住めないと言い出すのではないかと思います。いろいろな意見があるのは良いこと、健全なことですが、一方で日本人だけが世界の中でそんなにお上品で特別な存在なのでしょうかと疑問に思ってしまいます。前置きが長くなりましたが、こちらが私がパタヤで生活をしている部屋になります。この部屋は購入済みですが、同じマンション内で賃貸に出されていた部屋の家賃は、1バーツが 3.5 円の時には4500バーツ 15,750 円でしたが、現在は6500バーツ 27,300 円です。ニランコンドというパタヤでは誰もが知っている比較的便利な立地のコンドに至っては、2年前は3000バーツ1万500円で借りられたのに、外国人の増加に伴って経済が回復し賃貸需要の高まった現在は5500バーツ2万3100円と、円換算すると倍以上の家賃になってしまいました。バンコクの家賃はここまで急激に上がってないと思います。タイにまで来て節約生活してどうすんの、タイでワンルームに住んでどうすんの、
タイでの生活に求めるものは東京だったら何十万円もしてとても住めないようなタワマンに住んでキラキラ生活を送ることでしょうとの意見も少なくなく、私自身本音を言えばそういった生活をしてみたいです。パタヤでキラキラ生活をするとなると築31年の物件なんかに日本人は住めない、築10年以内であるべきだ、一人暮らしだとしても32平方メートルのワンルームでは狭すぎる、日本人が住むなら最低でも50平方メートル以上のワンベッドルームだ、25メートルのプールが一つついているだけではダメ、複数のプール、設備の充実したジム、そしてサウナもついているべきだ、綺麗な夜景も見えるべきだ。この条件に全て合致する物件をパタヤ中心部で探すと家賃は38,000バーツ、159,600円です。綺麗な夜景の部分を妥協すると25,000バーツ、105,000円です。東京中心部と比べると激安だと思いますが、低予算でパタヤ移住をするとしたら、夫婦ならともかく一人暮らしで10万円以上の家賃はありえません。次に水道光熱費を見てみます。水道光熱費はエアコンを買い替えたこともあってバーツでの請求額は以前と同じです。電気代は気温によって700バーツから1500バーツの間で変わりますが、平均すると毎月約1000バーツ、4200円ですから、1バーツ 3.5 円の頃と比べると700円高くなっています。水道代は150バーツ630円です。次に携帯電話インターネットですが、これは1バーツ 3.5 円の頃と比べると大幅に高くなりました。1バーツ 3.5 円の時は速度 30Mbps、 使い放題の1年間有効な SIM カードが1580バーツ5530円、1ヶ月換算では132バーツ462円でしたが、1バーツ 4.2 円の2024年1月は1年間で2890バーツ12138円、1ヶ月換算では241バーツ1012円です。円換算では倍以上の料金になってしまいました。タイにはもともと AIS、TRUE、DTAC との3社の携帯電話会社がありましたが、2023年に TRUE と DTAC との合併が完了し、2社による寡占となるので今後は料金値下げ競争はなくなっていくのだと思います。それでは家賃、水道光熱費、通信費についてまとめます。2021年家賃4500バーツ、15750円、水道光熱費1150バーツ、4025円、通信費132バーツ、462円、計5782バーツ、22,370円。2024年、家賃6500バーツ、27,300円、水道光熱費1150バーツ、4830円、通信費241バーツ、1012円、計7891バーツ、33142円。2021年と比べると 1.5 倍以上と大幅に高くなったとはいえ、パタヤの家賃や通信費は東京に比べると大幅に安いと思います。もし東京23区で賃貸に住むとしたら、家賃はパタヤより3万円は高くなりそうです。ただ日本全体で考えた場合、多くの人が持ち家で月換算の固定資産税は1万円程度と思われ、持ち家の人にとっては家賃6500バーツ、27,300円は安く感じないかもしれません。
通信費については日本においてコスパ最高の楽天モバイルのテザリング活用で料金を抑えたとしても3278円、タイの1012円は日本の3分の1以下の料金になります。それでは次は食費です。外国人が少ない時、1バーツ 3.5 円の時には50バーツ175円で比較的ヘルシーなタイ料理が食べられた食堂のメニューが外国人向けのメニューに変わってしまいました。比較的ヘルシーなタイ料理、具体的にはパッキンガイ、鶏肉の生姜炒めとライス、パッパクルアンミガイ、鶏肉の野菜炒めとライスといったような料理が50バーツ175円で食べられたのですが、外国人が増えるとともにこういった50バーツのメニューはテーブルの上からなくなり、テーブルには外国人向けのメニューが置かれて、価格は80バーツへと値上がりしました。この食堂の値上がりは極端な例としても、他の食堂やフードコートなどでも今まで40バーツだったものは50バーツ、50バーツだったものは60バーツ、80バーツだったものは100バーツみたいな感じで、平均すると今までの 1.2 倍に値上がりしています。1ヶ月間の外食費の合計としては、1バーツ 3.5 円の時にはたまに日本食を食べて2200バーツ7700円でしたが、2024年1月は2640バーツ11,088円と、円換算では 1.44 倍の値上がりです。自炊についても 1.15 倍に値上がりしていると思います。朝昼は自炊するとして、1日あたり間食含めて150バーツ、1ヶ月で4500バーツ、15,750円だったものが2024年1月は5,175バーツ、21,735円と、円換算では 1.38 倍の値上がりです。それでは食費についてまとめます。2021年、外食費2200バーツ7,700円、自炊4500バーツ15,750円、計6,700バーツ23,450円。2024年、外食費2640バーツ11,088円、自炊5175バーツ21,735円、計7815バーツ32,823円。総務省の2022年の資料によると、34歳以下の一人暮らしの食費の平均は35801円だそうです。日本でも 10% 以上値上がりしているとすると約4万円。2024年1月現在、ちょっとだけ節約を意識したパタヤでの食費は日本の8割以上となってしまいました。さらに円安が進むようだと、日本と同じか日本を上回る食費になってしまいそうです。私自身は YouTube 撮影のために自動車に乗りまくっているので、ガソリン代、修理代、自動車保険で月換算5000バーツ21,000円かかっていますが、このシミュレーションでの交通費については、健康のためにひたすら歩くというのを前提にさせてください。月の交通費は200バーツで変化なしとして、1バーツ 3.5 円では700円、 4.2 円では840円です。このシミュレーションによる交通費は激安ですが、日本への一時帰国などの交通費を加えると跳ね上がることになります。娯楽については、マッサージに2回、バーに2回、喫茶店に4回行くとします。
バーツで考えるとチップ込みのマッサージの料金は200バーツで2年前と同じですが、バーについては100バーツのチップ込みで300バーツから350バーツで済んだのが、最近は20分しないで1杯飲み終えて150バーツから180バーツするドリンクをもう1杯おごるようにと言われてしまうことが多く、そういった場合にはチップを払いませんが、30分から40分の滞在で400バーツ、1680円以上かかります。喫茶店はターミナル21のフードコートで、アメリカーノを飲む分には27バーツと以前と変わりませんが、他の喫茶店で飲む場合には50バーツだったものが60バーツに値上げされていることが多いです。1バーツ 3.5 円だった頃の娯楽費は1200バーツ、4200円です。2024年1月の娯楽費は1440バーツ、6048円です。娯楽費については、日本で1回マッサージに行ったら6000円はするでしょうから、そう考えるとパタヤでの娯楽は日本よりまだまだ安く、日本の3分の1のお金でエンジョイできると言えるかもしれません。ただし、ディープな遊びがしたいとなると、もはやパタヤと東京との価格差はないかもしれません。その他としては、トイレットペーパー、洗剤、シャンプー、歯磨き粉、T シャツ、床屋、そしてその他予備費となりますが、1バーツ 3.5 円の時は1500バーツ 5,250 円でしたが、この2、3年で 10% 以上の値上げがあり、2024年1月は1650バーツ 6,930 円です。それでは交通費、娯楽費、その他についてまとめます。最も大切な健康保険については、一番最後に話させていただきます。2021年、交通費200バーツ700円、娯楽費1200バーツ4200円、その他1500バーツ5250円、計2900バーツ1150円。2024年、交通費200バーツ840円、娯楽費1440バーツ6048円、その他1650バーツ6930円、計3290バーツ13818円。その他の中でパタヤが圧倒的に安いのは服飾費です。パタヤだと一年中短パン T シャツで過ごせるので、2、3ヶ月に1回100バーツ420円の T シャツを買う程度の出費で済んでます。床屋についてもバンコクの日系美容室に行くと2万円以上するらしいですが、私の場合は120バーツ504円と日本の1000円床屋の半額です。それではここまでの合計金額を出してみます。2021年、15,382バーツ、53,837円。2024年、18,996バーツ、79,783円。総務省の2022年の資料の合計金額を見ると、15,572円ですから、2021年までは日本の3分の1、2024年1月であっても日本の半分の生活費で生活できそうですが、この金額には健康保険料が含まれていません。タイの民間保険会社パシフィッククロスのプレミアプラスという保険がタイに住む外国人の間で人気ですが、保険料は年齢が5歳上がるごとに上がるようになっています。また物価上昇に応じて保険料は上がります。最近も 7% 保険料が上がりました。
年齢が65歳までであれば日本の国民健康保険料と大差ない保険料で済みますが、66歳以降は急激に保険料が上昇していきます。例えば61歳から65歳までの保険料は1ヶ月換算で19,730円、多くの人は4万バーツ168,000円までは面積として 25% の保険料割引を受けています。また保険を一切使わなければ最大 20% の割引が受けられます。76歳から81歳までの保険料は1ヶ月換算で54,390円となります。65歳を超えるとタイの民間健康保険に加入するのが難しくなるようです。また健康状態によっては加入できない場合もありますから、タイの民間健康保険への加入を考えている人は64歳までの健康なうちに申し込むのが良さそうです。健康保険料として仮に2万円を計上すると2024年1月のパタヤでの生活費は約10万円となります。これでも日本の155,572円と比べたら3分の2の生活費になりますから十分に安いと言えます。今回のシミュレーションでは交通費を200バーツ840円としましたが、年に何回か日本へ帰国するとなると交通費は跳ね上がります。健康保険に関してはカード付帯の海外旅行障害保険でのカバーを考えている人もいると思いますが、多くのカード付帯保険は日本を出発してから90日間の保険適用となります。そう考えるとカード付帯の海外旅行障害保険を利用する場合には日本での滞在期間をそれぞれ1ヶ月間とすると3回程度日本とタイを行き来する必要がありそうです。日本とタイの間の航空券は大幅に値上がりしました。以前は往復航空券が3万5000円程度で買えましたが、2024年1月現在は倍の価格を見ておく必要があります。仮に3回日本とタイを行き来すると年間で24万円、月換算で2万円の交通費を計上する必要がありそうです。日本に持ち家のある人はタイでリタイアメントビザを取得して日本とタイを年に3回行き来するというのがもしかしたら最適解かもしれません。もし日本に冬と大地震がなければ日本は世界一住みやすい国だと思います。まとまりのない動画になってしまいましたが、パタヤの生活費について少しでもイメージしていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。